くよ。誰？誰も気づかないでしょ。そうなの？どうしたの？昨日のことなんだけど、ちょっと心配で。お嬢様、あれを見たってことですか？あれはね、お嬢様、あれは私が部屋で。写真のこと？そうそう、写真。いえ、誤解しないでください。それは私は写真に興味があったから。この味は嘘をついてる味だぜ。 いえ、お嬢様に興味がありません。あ、そうじゃなくて、お嬢様に興味があったんですけど。でも違います。それはつまり、あジョックだよ、心配ないよ。みんなが私のカリスマに浸ってることが分かってるから、ちょっと写真を撮られてもおかしくないわ、知らないうちでもね。じゃあ例えばお嬢さんのベッドの下から撮ったりして。え、ベッドの下？そんな変態がいないでしょ。昨夜が撮りたいのなら庭に行きましょうか。いいんですか？何でも。猫マネピース処女立ち。正直意味がわからないわ。でも昨夜が教えてくればいいよね。どう？うわぁ、うりー、ありがとうございます。じゃあ先に行くね。また後でね。そうだ、昨夜はプライベート写真を知ってる？夜はあなたの部屋でそれを撮ってみようか。